アマルベ橋梁を掛け替え前のプラットフォーム、アマルベ駅は、兵庫県三方郡上町霞区みアマルベアざなわにある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。駅名と地名の読みは同じだが、漢字表記が異なる。この駅の開業が1959年であり、1930年に開業した、姫新線のアマルベ駅との重複を避けたためである。マスコミにおいては、 アマルベ駅と表記されることもある。豊川駅管理の無人駅で自動券売機や乗車駅証明書発行機は設置されていない。駅の開業には地元住民の要望が強く反映された。アマルベ橋梁が完成してから1950年代まで、アマルベ集落住民が山陰線を利用するためには列車の合間を縫って徒歩でアマルベ橋梁を渡りトンネルをくぐって 隣の鎧駅まで行く必要があった。1955年、地元住民が駅設置の実現化に向け、国鉄に強く働きかけたり、小学校児童が県知事に駅設置を願う手紙を書くなどの行動が展開された、結果、駅設置が決定した。建設の際は住民たちも駅作りを手伝い、その様子を描いた壁画が法務坊に建てられていたが、 新橋梁建設工事開始後は周辺案内板等とともに撤去されている第三回近畿の駅百戦選,選定駅でもある浜坂方面に向かって右側に単式ホーム一面一線を有する地上駅分岐器や絶対信号機を持たない防線駅でホームは豊岡方面と浜坂方面の共用である駅のトイレは老朽化や橋梁架け替え工事のため閉鎖されたが 新橋梁完成後に新設されている。余部橋梁の掛け替え前は、ホームは浜坂方面に向かって左側であった。そこから線路とは、反対方向に集落に降りる通路が通じていたが、橋の掛け替えに伴いこのスペースに新たに線路を通すことになったことから、校内踏切が設置されて新たな通路が設けられた。新橋の供用開始に伴う線路の付け替えで、 校内踏切は解消されている。橋の掛け替えによる営業再開に際して、休遽で使用されていた鉱材を切断したベンチがホームに設置されている。バリアフリー設備は多目的トイレとスロープのみ。なお、隣接するアマルベ鉄橋、空の駅日常と直結したエレベーターが設置されており、6時21時30分の間はこの、 エレベーターを介してホームへアクセスすることが可能である。兵庫県統計書によると2016年度の1日平均乗車人員は55人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。余部橋梁が駅のすぐ東側にかかる。橋梁を望む展望台が駅裏手にあったが、橋梁の掛け替え工事で山側に線路を通すため、屈作されるのに伴い、 2008年4月11日をもって一時閉鎖された。しかし、新旧橋梁切り替え時期から再開を望む声が多く、寄せられたことによって、上町の定例議会で、再開の提案が2010年9月に可決され、補修工事後2010年11月3日に再開された。アマル部の集落は、鉄橋の直下にあり、駅からは長い坂道を降りていく必要がある。 この坂道には階段がなく雪の積もる冬場には滑落の危険があるほど急である。また幅が狭いため自動車は通れず駐車場が坂道のふもとに設置されている。この道も橋梁工事のため2008年2月に一部付け替えられている。2017年11月26日、隣接するアマル部鉄橋、空の駅にエレベーターが整備された。 ありがとうございます。